ぱ一番はあのお茶でサビを煮出す時にあの化学反応でサビが黒く変色するんですよね。あそこはやっぱり何百年も前からされているそうなので、ああいうところはやっぱ大事な工程かなと思います。お客様が使い続けていただけるようなところ、そういう作品になるように努力してます。やっぱ楽しんでもらっている状態というか、それこそがもう完成だと思うので、そういう風に楽しんでいただけたらもう最高です。